はい、どうもこんにちは。はい、今回は、戦闘機に BMX を乗せて空を飛んでやろうぜっていうね、相変わらず発想がぶっ飛んでますけどもね、まあそれ基本ですから、普通のことはやりませんから、このチャンネルではね。はい、ということで BMW、 あーじゃあね、また間違えた、 BMX ね、やっていこうぜ。ほら、あいって、いって、これどうやってね、登ろうかね。戦闘機の上に乗せて BMX を運んで空飛ぶんですよ。なので戦闘機の上になんとかしてね、 BMX のこのジャンプでね、なんとか登っていきたいところなんだが、おっとだ、相変わらずの物理。さすがにね、コメット2台もね、土台として敷いておけば、そこに乗っかってさらに2段ジャンプで BMX でいけるかなと思うんでね、2台も敷きゃいけるだろう。おいいぞ、来たぞ、お来た来た、あいいね、やったね、やったよ、クリンクリンやりましたね。よし、じゃあこの状態で慎重にね、あくまでも慎重に、スピード調子こいてスピード出しすぎず、あくまでももう身長第一ですから。ここまでね、かかった時間が約10分ぐらいなんですよ。約時間ぐらいの10分がかかった、約10分ぐらいの時間がかかったんですよ。ここまで戦闘機にね、こうチャリンコね乗せる地味なこの作業、なんかちょっとずつ動いてんだけど大丈夫か、おい。さあ、このやっとね、ようやく地味なね作業から解放されましたけども、さあ飛んでいきたいところなんだが、大丈夫かな。ちょっととりあえずね、こんなことね、生まれて初めてなんで、この状況どれぐらい速度を出したり、どれぐらい曲がったりすると、どれぐらい自転車が動くのかなって今ちょっと検証中ですね。ちょっと今ね、手探りで把握しているところですけども、あんまりそんな激しくは動かないんだね。じゃあある程度行っちゃっても大丈夫かな。あー、なんかでもちょっと後ろに来てるな。思いっきりバックして前の方に寄せよう、チャリを。このままだと、このまま飛ぶと間違いなく落ちるんで。おっとっとっと、うわうわ、ちょっと待って待って、気をつけろお前。うわやべ、うわやべ、もうほとんどスペースねえじゃん。うわもう、これ無理じゃねえ。ああもう、ああ落ちる落ちる落ちる、ああもう、ああもうダメだなこれ。このまま飛んだとしても絶対落ちるし、うわ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 、ちゃっ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 と落ちた。はい、さあ行くぜ。俺はもう分かってんだよ、この角度からね、突っ込んでてジャンプすれば一発で乗った、決まった、気持ちいいね。うん、いいね、いい感じじゃん。そうだよ、ここに着地しとけば、さあ2台目いけるか、いいね、よし、いいよ、よし、これ止めておこう。3台目だってもう楽ちんだぜ、もう緩和つかんだんでね、まあ余裕です。さあもう何台目だろうね、結構置いたね。これだけ置けばね、もう空の自転車屋さんも夢じゃないね。さあそろそろ行ってみるか。こんなところだろう、なんかね、速攻で落ちそうなのもあれば粘ってくれそうなのもいっぱいありますけども、はい、まさかの、なんだこのフラグ回収の速さは。おっとっと、前マジかよ、おい、もういい感じに生き残っててくれたのに、もうダメだ、お詫び、すいません、もうジャンプします。え、なに、え、飛行機、うわすげえ、なんだこのタイミング、おい、お前さっきまでいなかったのかよ、マジっすか、うわ、え、なにこの奇跡のツーショット、すごいんじゃないの、あのタイミングで飛行機来てよ、神でしょ、奇跡だよ。